こんにちは、リーダーです。今回は研修の成果を試すために仙台の友達ドアタン正秀とアリーナに挑戦しました。ちょっと戦ってる模様を解説していきたいと思います。キャラクターはもう策敵より暴れ回った方がいいやろと思ってヒューズを選びました。早速ナックルから触ってますね。遮蔽物をねうまく利用しろって言われよったけん、こううまく利用してるんですね。ただアホなのが敵がおらんとこに撃ちまくってるっていうね。これもうアホやもんね。何しよったのかこれで、味方がやられたけん、まあ、のやられたところにナックルクラスターを放つと。なんか降りそうやなって思ったらもう降るって決めつけて動けみたいなことを言われたなと思ってね、ああいうことをしたよね。ここ成長ポイント1がさ、リロードを隠れながらやっとるじゃん。で相手にも弾当てよるしね。結果壁に撃ってしまって体出しすぎて死亡っていうね。俺はまだ初心者だっていう結果になってしまったね。でまあ正秀たちとは悔しいね、悔しいっすねって話になって、第2ラウンドになるんやけど、ここであのサソリンから言われたあのボルトとエバハチがいいっすよみたいなこと言われたけど、ボルトとエバハチをこう選ぶんよ。まあ音声は入ってないけどさ、今度こそ倒しちゃうぞって生きりに生きとるんよ。ちょっとガンガン行こうぜってなって、ちょっと迷子になったら正秀が敵見つけるよね。でもうこっからすぐ打ち合い始まるけんさ、もうお得意のナックルクラスターや。でナックルクラスターの打ったのはいいけど、戦況がわからんくなって、どっち行けばいいかわからんくなってるわけよね。これかこっち行けばいい、えそっち行けばいいってなっとっちゃうね。これなんか足跡っぽいのも聞こえるしなと思って、もたもたしながら、まあ、結局は、まあ、正秀のカバーしに行こうって決めるんよね。で一瞬正秀たちどこおるかわからんで、あーおったおったってなって、ここで打ち合いが始まるじゃん。もうエヴァハチで絶対仕留めちゃろうと思ってリロードした瞬間勝ったんよね。この正秀たちがもう倒しとったっていうさ、この初心者あるあるムーブね。で最終ラウンドね、またエヴァハチとボルトで挑むんやけどさ、遮蔽物使いながら策敵しよったら先に見つかって撃たれ始めるよね。ナックルクラスターで応戦した後、まあ、回復しとこうっつって、この場所から離れてちょっと一回逃げると。まあ、回復が終わった後は、貴様覚えとけよっつってからこう敵探しに行くんよ。ちゃんと遮蔽物を使いながらこう敵を探すんよね。でも先に見つかって撃たれるんよ。これなんでやろかね。もう弱え俺。ほら見て、テンパって壁とか撃ち寄るもんね。とにかく死ぬことだけ阻止しようと思って、もう回復をずっとしよるじゃん。もうとにかく全開を先にさせようと思って、まあ、隠れながら全開にずっとさせるよね。仲間の2人にはちょっと悪いけど、もう全開になったらすぐ行くけんっていう風に思いながら全開したけんさ、まあ向かうわけやけど、ちょっとどこ行ったらいいかわからんっていうのがまた発動したわけよ。あ、なんか銃声とかしおるな向こうでとかが分かって、まあなんとなくどこ行ったらいいか分かったけん、早速敵を見つけてさ、あの研修の動画で散々やった敵とバッて出くわすっていう場面に遭遇したわけよ。今こそ練習の成果をと思ったけど、やられたよね。もう興奮してさ、ぶっ殺してやるって気持ちでさ、いっぱいになってさ、もう何もできんかった。うわーやばいやばいって思ったらさ、正秀が助けてくれるわけよ。で正秀が助けてくれようのに敵から撃たれて死亡っていう感じだね。でドアタンもやられとったみたいやけん、もう正秀一人でどうにかせないかみたいな感じだよね。正秀強いけんさ、こうガンガンやっていくわけよ。まず先にドアタンを救助してやって、で敵をパッと見つけてほらやっつける。でもう一人の敵を見つけてバーッとやっつける感じよ。ほら敵来た瞬間に撃つ、そして瞬間にやっつける。これもすごいよねこれね。そこにおったのが分かっとったんぐらいのレベルだったもんね今のね、うん、いやああいうことができるようになりてえよ本当に。ちょっと今んとこね、役に立ってない感が半端ないけんさ、ちょっと次こそはね役に立ちてえなと思いながら、ボルトとエバーチを選んで、よし爆弾買おうと思ったら金が足りんかったっていうね。で最終戦、今までの反省を踏まえてこう慎重に行くんやけど、なんかねすぐ攻撃してきよった敵もなかなか攻撃してこんくなっとんよ。で撃ち始めたけん、まあ、基本の遮蔽物使っての応戦っていう形になるんやけど、まずここでねわけのわからんことしとっちゃうけどさ、わけのわからん場所にナックルクラスターを放つってことをやっとるよね。
でここだけど敵が詰めてきて撃ち合いになるんやけど、一回遮蔽物に隠れるっていうね行動ちゃんとできとるんよ。さらにこっちに来るやろって予想してさ、武器もエヴァ8に持ち替えとるんよね。もう昔の俺じゃできんはずやもん。で実際敵来たけんさ、もうこれエヴァ8でよかったよね多分。でさ、あの弾道見てさ、場所移動しとるっちゃん俺。これがすごいんよ。昔やったら待つしかできてねえもん。ほら敵おったろ、これで撃ち合いになってさ、ほら仕留めてチャンピオンよ。すごくないこれ、仕留めてチャンピオンになったもんね。うん、勝ったよ、勝った、初めて勝った。いやこれめちゃくちゃ嬉しかったよ。研修の成果バッチリ出てましたね。これからも頑張ります。ご視聴ありがとうございました。